皆さんこんにちは。今日の実況は西岡明彦、そして解説の福西崇史さんです。よろしくお願いします。キックオフが待ちきれません。前半のキックオフ、まずはガンバ大阪ボールです。前半終了して0対0、両チーム福西さん、中盤での後半のキックオフ、今度はアントラーズボールです。ここは押し出します。パトリック、ペナルティーキックです。 PK の判定です。ここはペナルティーキックが与えられます。さらにイエローカード。 PK を与えたのは軽率でしたが、レッドが出なくてよかったですね。あとはキーパーに任せるしかありません。チリとペナルティーキックを決めました。待望の先制点が入りました。レオシルバスタートですね。戻します。レオシルバ、泉龍二、これはキーパーが難なくセーブ。コースが少し甘かったですね。さすがにあれは決めさせてくれません。パトリック。ボール狙ってきたぞ。見事なコントロール。素晴らしいゴールが決まりました。狙いすましていましたね。見事なコントロールです。ブエノ、これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。三沢健斗、パスをつないできましたが、ここで奪われました。ここで狙いたい。このシュートはどうだ。入った。ガンバ大阪が点差を広げました。これはもう決定的でしょうか。前線の選手にだけ攻める意識を残し、これ以上無理には取りに行かないかもしれませんね。大胆な交代策に出てきました。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ファールの判定です。ここはカードが出ますか。鹿島アントラーズが選手を交代します。さあセットプレーのチャンスです。ボールを抑え込みます。
攻撃の手には渡りません。倉田修、果敢に仕掛けてボールを奪いました。長木亮太、ホイッスルが鳴って試合終了です。3対0、完勝です。